知ってるよ。寝てなかったよね。すごいなーと思って見てる。火のつけ方が綺麗だなって思って。ねえ遠藤、あのさ、なんでもない、やめとく。何？言いなよ。いい？ 今度。遠藤が好きなんだよ。霧島、好きってそういう意味？だったら嬉しいな。本当だよ。こんなんでも私になりたいと思う？思うよ。変なやつ。私はいつまでも2番目なんだよ。いつかは別の人が1番目を埋めるんだ。でも私はいつまでも遠藤が一番好きだよ。遠藤、東京へ一緒に行こうよ。それで一緒に住む？ご飯一緒に作って、お風呂取り合いっこして、二人で寝坊する？どっか出かける時とか寝る時もバイバイじゃなくて行ってきますとかお休みになるね。すごい仲良しみたいだね。みたいじゃなくて仲良しだよ。何もないってことない。遠藤はそのままで遠藤だよ。